辛い症状を自分で解決、ルーツケアストレッチチャンネルの時間です。今回は前立腺がんの5大リスクというテーマでお送りさせていただきたいと思います。なぜこの話をしようかと思ったんだと言いますと、近年国内では前立腺がんを発症されている方増えてきております。さらに私も普段は整体院を営んでいるんですけれども、その中でも過去に前立腺がんを患い手術をされた既往歴のある方が多くいらっしゃいます。過去のこの動画でもお伝えした通り、前立腺の手術あるいは骨盤周辺の手術をすると骨盤の歪みにつながってきたり、それによって腰痛が発症してしまうケースというのもあります。またそのような中で私も前立腺がんについて様々調べてきたんですが、その中で前立腺がんを引き起こす5大リスクというものが分かってきました。そしてその5大リスク以外にも注目の臨床データというものもありましたので、そのあたりをぜひ共有させていただきたいと思い、今回この動画を撮らせていただいております。そして前立腺がんを引き起こす5大リスクというのは、肥満や家族歴、高年齢、食事、運動などがあるんですが、これらを気をつけておくことは健康を維持する上で重要な要素になってくると思います。もちろん前立腺がんのある方は今日のお話参考になると思うんですが、ご家族に前立腺がんを患っている方、あるいは自分自身が前立腺がんと関係ないよって方も、今日お伝えする内容は健康的に年齢を重ねる上で非常に大事な要素を詰まっておりますので、ぜひ関係ない方も最後まで見ていただければ有益な情報になっているかと思います。それではこれから早速5大リスクについて説明していきたいと思います。このチャンネルでは辛い症状を自分で解決っていうのをテーマに、病気の原因やストレッチ方法、ストレッチグッズなどの紹介をさせていただいております。毎週土曜日の18時に動画を配信させていただいておりますので、気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。世の中には病院に行ってもよく原因がわからない、薬をこのまま飲み続けていいか不安、手術を勧められているけれども手術はしたくない、忙しいので自分で何とか良くなる方法を見つけていきたい、そういう方々がたくさんいらっしゃいます。そのような方々に向けてこのチャンネルでは、自分で病気を改善するためのストレッチ、このようにたくさんの情報を載せておりますので、ぜひ気になる方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また今回のように健康に関する情報もどしどし載せていきたいと思っておりますので、 Twitter や Instagram、Facebook などでこのチャンネルを紹介してくれると嬉しいです。それでは本題に入っていきたいと思います。それでは前立腺がんの5大リスク1つ目ですが、肥満になります。肥満男性は前立腺がんが進行するリスクが高い、このような報告があります。前立腺がんで同じホルモン療法を受けた場合でも、太っている男性は正常体重の男性と比べて前立腺がんが進行、転移するリスクがかなり高い、このような報告がアメリカのデューク大学メディカルセンターというところで報告されました。こちらの報告では前立腺がんの治療で1988年から2009年に前立腺がんを切除した後、がんが再発してしまったため男性ホルモンの遮断療法を受けた287人の方を対象に経過を調べた報告になります。結果は全員が全く同じ治療をしていたにもかかわらず、過体重と呼ばれる BMI が25以上、30未満の方、または肥満 BMI が30以上の方の男性は正常体重の方と比べてがんが進行してしまうリスクが3倍になることが分かりました。さらにがんが骨に転移してしまうリスクも、過体重の方では正常体重の男性に比べ3倍、肥満男性の方では正常男性と比べて5倍に跳ね上がる、このような報告もあります。このように前立腺がんと肥満は関係している可能性が高いと言われております。この報告の他にも多くの研究で前立腺と肥満は関係していると言われていますので、肥満を解消しておくことが前立腺がんの予防になると思われます。前立腺がんの5大リスク2つ目は家族歴になります。
ご家族の方で前立腺がんになられた方がいらっしゃる方は、ご自身も前立腺がんになる確率が上がる、このような報告もあります。その倍率は 2.4 倍から 5.6 倍とされております。日本国内のデータでも、親子またはご兄弟の方で前立腺がんを患った方は、ご自身が前立腺がんに罹患するリスクが 5.6 倍上がるというような報告もあります。またアメリカの研究では、前立腺がんの 5% から 10% は遺伝性と言われております。ただし前立腺がんは必ず子供や孫に遺伝するわけではありません。がん細胞の発生には遺伝子の変異が関与していることは明らかにはなっていますが、遺伝子の変異は生まれつきのものだけではなくて、タバコや食生活など後天的な要因によっても起こってきますので、必ずしも遺伝するわけではないということは押さえておいていただければと思います。前立腺がんの5大リスク、3つ目は高年齢になります。近年日本でも前立腺がんの患者さん増えていると言われているんですが、その要因の一つに挙げられるのが年齢です。前立腺がんは50歳を超えると増え始め、60歳以上で急激に増加し、なんと80歳以上では約半分以上の方が潜在性の前立腺がんを保持されていると言われております。これは日本の寿命が年々増加していることが考えられるかと思います。人は年齢を重ねていくものなので、どうすることもできませんが、ある意味健康的な人が増えていることによって前立腺がんも増えているっていうことですので、これはどうしようもないのですが、ここからお伝えするパートでは自分で予防改善できる部分になりますので、そちらも合わせてご覧いただければと思います。前立腺がんの5大リスク、4つ目は食事になります。これからお伝えするのは日本での研究結果でありますが、約4万4千人の方を調べたデータになります。約4万4千人の方を14年間追跡した調査になりますが、その中で1156名の方が前立腺がんと診断を受けました。その症例に対してどのような食事をしていたかというのを追跡した結果になります。それぞれの方の食事を調べてみると、大きく2つのグループに分けられました。1つ目のパターンは健康型のパターン、こちらは野菜や果物、大豆やキノコ、海藻類、油の多い魚など健康的な食事をパターンをされていた方、そしてもう一つは肉類や加工肉、パンや果物ジュース、マヨネーズやソースなど、このような欧米型の食事を取られている方、それらの方を比べてみると分かったのは、健康的な食事をされている方よりも欧米型の食事をされている方の方ががんのリスクが上がる、このような結果が出ました。このように前立腺がんは高脂肪や高コレステロールを多く含む食材を摂り続けることによって発症しやすくなると言われております。逆に野菜や魚、穀物を中心とした昔ながらの日本の食事は予防効果があると言われております。特に豆腐や味噌など日本食には欠かせない大豆に含まれるイソフラボンには、さまざまながんに対する予防効果が期待されております。他にはビタミン A を多く含む人参などの緑黄色野菜や、抗酸化作用の高いリコピンを多く含むトマトなども予防にはいいとされております。前立腺がんの5大リスク、最後は運動になります。よく運動をする患者さんは総脂肪リスクおよび前立腺がんによる死亡リスクが低いという報告がアメリカのハーバード大学の公衆衛生大学院で報告がされております。特に週3時間以上の激しい運動は前立腺がん患者の生存を明らかに向上させたというような報告が出ました。この研究では前立腺がんの診断を受け、1990年から2008年まで18年間の間追跡調査された2705名の方を対象にした研究になります。その結果、運動をした方々は生存率が高いことが分かりました。この研究結果では、運動の強度に関係なく死亡リスクを低下させるが、より強い運動をした方々の方がリスクを下げる効果が高かったと報告されております。例
例えばですが、ウォーキングを1週間に90分以上行った男性は、楽なペースのウォーキングを1週間あたり90分未満行った男性よりも総死亡リスクが 46% も低かった。さらに激しい運動を週に3時間以上行った男性では49% も下がったというような報告があります。またランニングや水泳など激しい運動を週に3時間以上行った男性は1時間未満の男性と比べて前立腺がんによる死亡リスクが 61% も下がったというようなデータも出ました。このように運動をより多くしている方は前立腺がんリスクを下げる要因になると思われております。このように前立腺がんの5大リスク、肥満、家族歴、高年齢、食事、運動が挙げられますが、その他にも様々ながんのリスクになりうる喫煙もリスクを上げる要因になってきます。さらにもう一点お伝えしておきたい注目のデータもあるんですが、それは射精になります。月に21回以上の射精をした方と月に4回から7回射精をした方を比べた時に、月に21回以上射精をした方は前立腺がんのリスクが2割下がった、このような報告も出ております。こちらはアメリカの調査で1992年から8年間当時46歳から81歳だった男性約3万人を追跡調査した結果になります。さらにそれらの研究調査期間を2010年まで伸ばした結果では、20代の方で射精回数が21回以上の方と4回から7回の方を比べると、21回以上射精をしている方は 19% もがんのリスクが下がったとの報告があり、さらに40代以上では 22% もの方が前立腺がんのリスクが下がったと報告されております。ただしなぜ射精の回数によって前立腺がんのリスクが下がったかについてはまだ証明されているものではないと言われておりますので、その解釈には注意が必要だというような報告もあります。このように今回は前立腺がんを引き起こす5大リスクプラスアルファというテーマでお伝えさせていただきました。今日はさまざまな研究データを元に紹介させていただきましたが、お伝えしていた通り今日お話しした内容は全ての健康を考える上で重要なテーマ5つだったかなというふうに思っております。やはり健康を維持するためには食事と運動、そして十分な睡眠も重要になってきます。人生100年時代を迎えていると言われている日本では健康寿命が重要なポイントになってくるかと思います。今日のお話をぜひ参考にしていただき、日頃の生活に取り組んでいただければと思います。ルーツケアストレッチチャンネルではこのように健康に関する情報、ストレッチ方法、病気の予防法などをお伝えさせていただいております。ぜひこのチャンネルを応援してもいいよって方は高評価ボタンやチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。